トラウデル・ユンゲ、ゲルトラウト・ユンゲ、ガートラウド・ジュンゲ、1920年3月16日から2002年2月10日は、アドルフ・ヒトラーの秘書。1942年12月、ヒトラーの演説原稿や挨拶文の口述筆記を担当する秘書として採用れた。この後、相当官邸の地下号で、ヒトラーが自決するまで身近に仕えた秘書の一人である。 ヒトラーの遺言状も彼女がタイプした。名前はトラウデル、トラウドルの愛称で呼ばれる。ナチスヨーランの地であるミュンヘンに生まれる。父はビール醸造職人、母は将軍の娘であった。妹が一人、旧姓はフンプス、ハンプス。右翼活動歴がある父親は彼女の幼児に蒸発してトルコに移住したため厳格な母方の祖父の下で育つ。 武闘好きで武闘家になることを夢見ていたが、経済的理由から実業学校に進み、秘書としての訓練を受ける。卒業後は、厚生工場などで秘書として働く。第二次世界大戦中の1942年、妹を頼りベルリンに移る。ヒトラーの側近であったアルベルト・ボルマンの助けもあり、1942年12月に、東プロイセンの総統大本営。 ウルフスシャンチェレ、長期休暇に入るゲルダ・クリスティアンの代わりとなる秘書、採用試験を受けた。彼女自身は舞踏会の夢を捨てきれず、秘書職は一時的なものと考えていたが、そのため気楽で、ナーバスになっていなかったこと、そしてミュンヘン生まれであることが採用の目でであったという。この後、ベルヒテスガーデンの三層ベルクホーフ、タウヌス山地のアードラーホルスト、 ベルリンの総統官邸でごく身近からヒトラーの私的な時間をつぶさに目撃した。その生活はヒトラーのスケジュールに合わせ遅くに起きて昼食をとり何度ものコーヒー休憩を挟んで遅い夕食をとった後に映画を見てから仕事にかかり深夜に仕事を続けて午前五時頃に就寝するというものだった。1943年6月19日。 ヒトラーの重卒である新兵隊中尉と職場結婚する。夫は第十二 s s 総工師団ヒトラーユーゲントに所属し、1944年8月にノルマンディ上陸作戦後の戦闘中に戦死した。ベルリン市外戦の最中、退避を進めるヒトラーの言葉に従わず、最後まで相当地下号に残った。4月28日、ヒトラーとエヴァ・ブラウンの結婚式に立ち会う。 その直後にヒトラーの遺言書をタイプした。ヒトラーは4月30日15時半頃に自殺したが、その時彼女は隣の部屋でヨーゼフ・ゲッペルスの6人の子供たちと食事中だった。本人はその後しばらくの記憶がないと述べているが、直後に地下号を脱出して故郷バイエルに逃れたものとみられる。連合国軍に逮捕されたが、彼女が何者だったのか十分調査されることもなく、 また25歳と若かったため、ナチスとの共謀罪とみなされず解放された。その後で審問されたもの、罪は問われなかった。戦後は、ゲルダールトという変名で暮らし、フリーのジャーナリストとして働いた。ホロコーストなどのナチスによる、ユダヤ人の迫害と自らの関係について、当時は知らなかった。でも知らなかったでは済まされないとコメントしているものの、レニリー・フェンシュタール同様、自身は、 ナチズムやホロコーストと無関係であると生涯主張し続けた。彼女の同僚には1929年代よりタイピストとしてヒトラーの身近に働くと1930年にミュンヘンの党本部で秘書として使い始めたがいた。彼女ら2名はヒトラーの指示で1945年4月22日の夜にベルリンを離れた。 もう一人は1937年に秘書として加わったデルダクリスティアンである。彼女はユンゲと共にヒトラーが自殺した後、1945年5月1日に相当感定を脱出した。出版社の勧めで1947年から1948年に執筆したが、このような本は関心を持たれないという理由で出版しなかった。 アンネの電気の著者、メリッサ・ミューラーと2000年に知り合い、その協力を得て2002年に、初の回顧録、最後の時までヒトラーの秘書が語るその人生、現代、ビス・ザ・レッツ・ティン・ストンデイ、ヒトラース・ゼクリ・テレン・エジールとイ・アレーベンを出版した。またその回顧録の内容に関するインタビューの様子が、ドキュメンタリー映画に収められた、ベルリン映画祭観客賞。2002年2月、 この映画の完成を見届けたかのように、公開数日後に、ユンゲは死去した。この回コロクとヨアヒムフェストの著書を原作として、映画、ヒトラー最後の十二日間が二千四年に制作される。第二次世界大戦後、初めて、ドイツ語圏の俳優ブルーノ・ガンツ、ドイツ系水人がヒトラー役を演じた映画である。トラウデル・ユンゲは、アレクサンドラ・マリアララが演じている。 この映画のエピローグに、イム・トテン・ウィンクルのユンゲのインタビュー映像が引用されいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。